大晦日の第72回 NHK 紅白歌合戦、午後7時半のリハーサルが28日、東京国際フォーラムで行われた。旧高坂46は、本番は全体9番目で楽曲君しか勝たんを披露する。3年連続、3回目の出場を果たすが、今回はこれまでセンターを務めてきた小坂直は休養中のため不在。飛行坂46キャプテン、佐々木久美は私たちも、やっぱり22人で早くステージに立ちたいなという気持ちはみんな思っていると胸の内を語った。一方で、小坂に向けて小坂にはゆっくり直してほしい。この飛行坂46という場所を守っていくことが私たちにできることだと思う。この場所をちゃんと守って、小坂がいつ帰ってきても最高のパフォーマンスができるようにずっと待っているよという言葉をかけてあげたいと温かいメッセージを送った。小坂は、今年6月に公式ブログなどでお医者様より、一定期間の療養が必要ということで、少しの間お休みをいただくことになりましたと休養期間に入るを発表していた。